移転問題に揺れる静岡市清水区の桜川岡病院について病院側と市が JR 清水駅東口公園への移転を軸に最終調整していることが分かりました桜川岡病院をめぐっては静岡市がこれまでに移転先として JR 清水駅周辺の民有地を含む4カ所を病院側に提示していました 今のところ何も動いていないということでいいですか、ね。いやいや動いてます動いてます動いてますもう本当にあの協議中です協議を続けているところです。関係者によりますと、病院を運営するジェイコット氏は、JR 清水駅東口公園を軸に最終調整しているということです。東口公園は市役所清水庁舎の移転先としてすでに決まっている場所です。 市は現在、新型コロナの影響で、庁舎の移転を凍結していますが、病院の移転先が正式に東口公園に決定すれば、現在のこちらの場所で、庁舎の建て替えや大規模改修もあるとしています。清水庁舎については、市民団体が移転計画に反対し、条例制定を求めましたが、市議会で否決されました。 当時、住民投票の会で代表を務めていた神戸隆夫さんは、そもそも病院の移転候補地に、沿岸部の場所を提示したことについて、疑問を呈します。4箇所、これはいずれも津波浸水区域だというふうに伺ってますけれども、それを提案をしたこと自体に関して、やはりなぜだと、災害救,救護の役割を持つ病院を、 わざわざ立てるということに関してはいかがなもんかとさらに神戸さんは静岡市が病院の判断に委ねていることに対しても不信感を募らせています身無視の形で話が進めばどういうことになるだろうかということは断言はできませんけれどもそう簡単には 済む話ではないなというふうに思います市民の根強い反対の中で進められた移転計画今後も混乱は続きそうです